まず武藤選手の決勝進出おめでとうございます。どうもありがとうございました。今のお気持ちいかがですか？そうですね、大勢と一緒にあの決勝行けたので嬉しいです。その大勢選手と連携した準決勝の方に帰っていきたいのですが、初手は北野を手術して、そこはもう予定通りでしたか？いや、取れたらいいなっていうところだったんですけど、本当にスタートうまくいかない、遠くの無職がスタートできたのは良かったと思います。どうやって全体的にハイスピードだったかなと思うんですが、いかがでしょう？そうですね、新田君も地元の2人つけているので、やっぱ気持ちの入った選考でしたね。大体残り1周ぐらいで小林選手が踏み込んで若干離れたように見えたんですが、そこはいかがでしたか？あんまりそうですね、ちょっと口開いてしまって、小林君の仕掛けでも正直大勢勇気を持って仕掛けてくれたので、自分ももう一回頑張りました。横尾清水選手がさらに上から行きましたが、そのあたりはどう見ていたんでしょう？強いなっていう、まくりきれたなと思いましたけど、あとは、山崎さんの動きもあったので、そこを集中して3コーナー回りました。結果的に3着で2着ということで決勝進出になりました。改めてこうどう受け止めているのか教えてください。そうですね、関東勢前のレースで3人勝ち上がってたので、なんとか大勢も自分も一緒に関東の力を見せたいと思って構えてたので、一緒に勝ち上がって本当に最近の関東はこう全体的に盛り上がっていますね。そうですね、みんなで力を合わせて頑張ろうっていう話をしているので、それが結果として出てきたのは喜ばしいことです。今シリーズ3走して今の調子や感触はいかがでしょうか？そうですね、決勝乗れてるんで、悪くはないと思うんですけど、自分の感覚的にもう一つ欲しいなっていうところなので、明日に向けてできる限りの調整は考えてます。もちろん味方ボールがいいです。決勝戦関東は5社となりました。どういった戦いになりそうですか？はい、5人で話した結果、分かれて、自分は吉田君、平さんの3番で戦いたいと思います。難しい選択だったかなと思うんですが、いかがでしょう？そうですね、地域型の2人の意見を尊重しての、選択なので、そこは割り切って勝負したいと思っています。去年のオールスター以来の G1 決勝となります。いかがですか？素直に嬉しいです。はい、では改めて決勝戦の意気込みを聞かせてください。はい、いつも通り全力を尽くします。はい、応援よろしくお願いします。